マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。最近、ダイエッターに人気のサラダチキンというものがあります。今では手軽にスーパーやコンビニなどでも目にすることがありますよね。ただ、このサラダチキン、気をつけないと逆に太ってしまう可能性があるんです。そこで、この動画では痩せるサラダチキンのダイエット方法がわかるんです。もしあなたがしっかり食べながら綺麗に痩せたいと思っているようであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、痩せるサラダチキンダイエットについてお話ししていきます。そのテーマに入る前に大切なことがあります。スーパーやコンビニなどで売っているサラダチキンにはこちら食品添加物がたくさん入っています。そういったものを食べてしまうとかえって太ってしまうからなんですね。なぜかというと腸や肝臓に負担をかけてしまって結果食べても消化吸収ができない体になってしまいます。そうすると結局栄養不足になりますから痩せるホルモンを作る、ね、材料がなくなってしまうということでどんどん結果逆に太ってしまいますよということです。なのでサラダチキンは添加物が入っていないものを選ぶというのが前提です。プラスこの動画では最後に簡単にできる痩せるサラダチキンの作り方レシピご紹介しますからもうぜひ楽しみにお待ちくださいね。では動画のお話流れです。1つ目、サラダチキンのダイエット効果について、2つ目、痩せる調理法について、3つ目、痩せる腸活レシピ、痩せるサラダチキンの簡単なレシピ実演動画ご準備しています。この流れでお話ししていきます。では1つ目の項目です。サラダチキンのダイエット効果についてです。こちら3つあります。高タンパク質、2つ目、低脂質、3つ目、低カロリーということで、サラダチキンに使われる、鶏の、ね、ささみ肉というのは一番、ね、痩せるお肉なんですね。痩せるポイントはやはりこの高タンパク質が取れるということ。痩せるためにはしっかりとタンパク質取らないと逆に太ってしまうんですね。ですから痩せようと思ってお野菜ばっかり食べてみたり、丸々だけとかよくあると思うんですけれども、そういったダイエット法はそもそも結果が出ませんということで、しっかりとタンパク質取る必要があるんですよね。そしてささみ肉というのは他のお肉の場所に比べると低脂質でしかも低カロリーですから、もうダイエッター向きの人気のお肉ということになるんです。では2つ目の項目、痩せる調理法ということで、結論からお伝えしますと、ささみ肉を茹でるのが一番痩せます。ちょっとこちらをご覧ください。同じささみでもいくらね、ささみ肉が痩せると言っても調理法間違ってしまってはかえって太ってしまいます。例えば茹でたささみは121キロカロリーなのに対して、焼くと132、ささみのソテーが186、ささみ天ぷらが192で、なんとですね、ささみのフライにしてしまうと茹でたささみ肉よりも倍近くですね、246キロカロリーもかかってしまいますから、逆に太ってしまうということになるんです。ですからささみ肉を使ったサラダチキンを作るときはですね、やはり茹でささみが一番痩せるということになります。では3つ目の項目です。いよいよここから私が作った腸活痩せるささみを使ったサラダチキンの材料作り方、実際に作っている実演動画ご覧ください。まずはこちら材料です。2人分です。ささみが約4本分準備してください。そして塩麹が大さじ2、そしてこの2つの材料を入れるための保存袋を1つ袋準備しましょう。ではここから作り方です。1つ目、キッチンペーパーでささみの水分をしっかり拭き取ってください。2つ目、保存袋、蓋がねできるチャック付きのですね、にこのささみと塩麹を入れてよく揉み込んで冷蔵庫に入れます。冷蔵庫で半日以上置きますと下味がつきます。でそこから3番目、耐熱容器にささみをきれいに重ならないように並べてください。4つ目、その耐熱容器にふんわりとラップをかけて600ワットの電子レンジで約4分レンチンして加熱します。でここで5つ目、
すぐに取り出さずに完全にサラダチキンとなるそのお肉がですね冷めるまでレンジの中で放っておいてください。そして冷めたら取り出して召し上がっていただくことができます。それではここから実演動画ご覧ください。どうぞ。いかがだったでしょうか。このレシピはですねアレンジがものすごく効くんですよね。私はどうしてるかというと、まあ、ある程度作り置きしておいてパパッと手で裂いてですねサラダにこうふんわりと、まあ、アレンジでトッピングしたり、またもうね時間がない時はもうそのまま柔らかくてめちゃくちゃ美味しいのでそのままねもういただいちゃいます。あとは、まあ、パンに挟んだりとかスープに入れたりお味噌汁に入れたりですね、もうアレンジが本当に効きますから、ぜひ今すぐ作ってみてくださいね。今回の動画のまとめです。まずサラダチキンダイエットに効きますが、添加物が入っていないものを選びましょう。そしてベストは手作りです。ここで使った塩麹は発酵調味料ですから、一旦発酵している調味料を使うともうさらにですね腸内環境を整えて痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちを増やすことができますから、ぜひぜひ使ってみてくださいね。今回の動画のお話は以上になります。このお話が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。